こんばんは。こんばんは、すいません、こんばんは、ちょっと1分遅れてしまってすいません。こんばんは。なでがた。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。毎日したいなと思って。こんばんは、来てくださってありがとうございます。失礼いたしましたこんばんは、いい感じ前髪、今日 T シャツ、すいませんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって久しぶり、ありがとうございます。ゴーシーさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。ヨシパパさん、バラありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。イブニングヤッピーそう、今のところ2日目ですよ。まだ15分経たないとあれですけど来てくださってありがとうございます。末広さん、バラありがとうございます。ソルトさん、かわいいのギフトありがとうございます、ありがとうございます、かわいい。アブリカルビさん、紅茶ありがとうございます、紅茶ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。皆さん一日お疲れ様でしたまだ8時だけど30分までしたいと思います。そう、周年ライブの T シャツ、そうです。バリューさん、いちごありがとうございます、いちご食べたい。アメリカフミさん、虫ありがとうございます、思い出すやん、動くんですね、それ、ありがとうございます、虫アサヤンさん、ハートありがとうございます、キュンです。タタさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは。皆さん今日は何されてましたか室内です息じゃないです。サラさん、サラさん、こんばんは、バラありがとうございます。ソルトさん、アセヤンさん、ハートありがとうございます。そう、味を思い出すシュナさん、ありがとうございます、はじめまして、いちご、ありがとうございます、ありがとうございます。いちご、お仕事お疲れ様です。公演見てた、あ、そうなんですね、お仕事もお疲れ様です。人迎えに、そうなんや、歩いてた歩行中やった。来てくださってありがとうございます。ラムさん、バラありがとうございます。アッシーさん、バラありがとうございます、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。あ、そうです、先生、すいません、昨日ね、つい話すのに夢中で、自分が何者かをあまり言えてなかったんですけれども、 NNB48 すごいですね、こうやってさ自己紹介できるのがすごい嬉しいです。あの、9期生オーディションじゃなくて、NNB48 研究生、9期研究生のって言えるのが嬉しいですね。 NNB48 9期研究生の兵庫県出身、中学3年生15歳のよしみんこと、よしみあれです、よろしくお願いします。好きな食べ物はたこ焼きとお寿司、これ変わってないよ、好きな食べ物はたこ焼きとお寿司で、特技はピアノと歌とけん玉です。趣味は食べること、雑誌読むこと、ギターを弾くこと、ゲーム、あとは食べることです料理に思ってハマってます。うん、有機研究生のって言うのが嬉しいですね。あさやさん、ゲームのハートありがとうございます、ありがとうございます。きょういちろうさん、バラありがとうございます。お初天神さんもありがとうございます。タイミンさん、猫かわいい、2つもありがとうございます、めっちゃかわいい猫、ありがとうございます、ありがとうございます、猫ありがとうございます。
ありがとうございます。猫ありがとうございますありがとうございます。私オーディションの時言わなかったですね、名前一回も。結構あの配信になると一人称があやねじゃなくて私になるんですよね、なぜか。でも普段はあやねはとか言う、あやねのとか言うんですけど、なんか配信になると私になるんですよね、一人称がそれで言わなかったですね、一回も。ちょっと緊張してたんですけどみーさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。青春のおっちゃんさんもありがとうございます。あ、青春じゃなくて青森のおっちゃんさん、ありがとうございます。たこ焼きはやっぱりソースは、僕はおろしポン酢派、私はポン酢派ですでもわなかの、あの塩めっちゃ美味しいです。塩めっちゃ好きですけど、家で食べるときはいつもポン酢です。うん、さっぱりと。チーズも美味しいですよね。レバードさん、いちごありがとうございます。いちご狩り行きたい、ありがとうございます。料理好きです。はい、合宿の時はあの NNB クイズチームだったんですけど、料理チームも楽しそうでしたね、すごい。いや、唐揚げとか作ってるのかなとか、マジでお鍋はさすがに作れるけどあにちゃんかわいい、ありがとうございます。初見さん来てくださってありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。よしみあやねです。さくちゃんまんさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。塩いいですよね。そう、塩、お店で食べるとき塩が多いかも。ネギ、へえ、あ、ネギ塩いいですね。ヨシミンって呼んでください。はい、ヨシミンって呼んでください。何でもいいですよ、あやねでもごっぽんでもヨシミンって呼んでください。気合いますか。兵庫県お待ちしてます。兵庫県よければあの NB48 シアターにお待ちしてますNNB クイズすごい解けました。すごかった、ありがとうございます。そう、結構解けましたね。そう、料理コーナーとかやってみたいですね。めっちゃできるかもんだけど、やってみたい小学生にはあやねちゃんって言われます。あやねえじゃない、それはさやかさんですね全然あやねちゃんって言われます。よしみん、よしみん、ありがとうございます、呼んでくださって。そうなんです、ゆきのさんがツイッターに私のブログを紹介してくださって、キャー、そうなんです。あの公演で、あの公演の MC のトークでお話してくださったことを書いたらね、ツイッターに載せてくださいました。ありがとうございますあのよく自主練に行った時にお会いするんですよね、ゆきのさん。こんばんは。わなかの塩めっちゃ美味しいです。ネギ塩だったから確か。ピアノ、そう、弾きたいんですよね、ピアノ。めっちゃ弾きたいんですけど、今あの、お家で配信するときまた弾きたいです。あの、9期特別公演のときに特技披露したときは、あの、こういうちっちゃいピアノだったので、ちゃんとした家の、ね、グランドピアノでいつか弾きたいなと思います。それまでにちょっと練習してきますねこんばんは、頑張ってください。ありがとうございます。合宿楽しかったです、めっちゃまだ余韻ひたひたコットンバッグですアンケンさん、紅茶ありがとうございます。ありがとうございます。マッキーさんも紅茶ありがとうございます。よしみは一人称よしみですか。お、よした下の名前がよしみって思いません。上がよしみです。はい、あやねです。そう、中3の6人でユニットしてみたいんですよね。そう、まあ夢の夢の夢ですけど
自主練でお会いした時はあのまだね全然私は話しかけられずでちょっと緊張しちゃって話しかけれなくっていつもあのこっそり見てますね、こっそりガン見してますこっそりガン見してますよく先輩のめっちゃうんこっそりガン見そうやさいいいですね、家のお庭でキュウリ育てたいですね、キュウリとトマト育てたいですね。この前去年だったかな育ててたんですけど何かが違ってキュウリがねあんまり育たなくて、トマトはめっちゃ育ったんですけどキュウリがなぜか育たなかったのでちょっとリベンジで、いいですね野菜栽培外を移すのできるかな、ちょっと難しいかな、その部分だけとかだったらなんか成長を見れるのも面白いですよね。よしみのブログさかのぼって読み返してました、 ありがとうございます。あのテーマがよしみあねのテーマができて嬉しいです、嬉しいですね。テーマの今は未設定のままだったんですけど私のブログによしみあねというカテゴリーができたことが嬉しいですおじいちゃん元気です、元気です、面白いんですけど元気です、うん、またね納豆を買ってきてくれましたたくさんコットンパック、あやねよしみ、いやそれは違和感あるでしょ、あやねっていう名字の人はあんまりいなくないですかソルトさん、コーチありがとうございます。ラバルトさん、レインボースター10個もありがとうございます、ありがとうございます。レインボースター10個もくださってありがとうございます。ラバルトさんありがとうございます。スケーモンさん、バラありがとうございます引き割りをおじいちゃんを買ってくるんですよ、よくブログに書いたんですけど、でも今回はちゃんとね、でも今度はめっちゃ買ってきてちっちゃいやつ3つ並んでやつとでかい3パックとめっちゃ今6つね納豆買ってきてくれたんですけどまあでも引き割りじゃないので引き割りはちょっと苦手なんですよね。けん玉けん玉けん玉申し込みしかできないんですけど、もうちょっとすごい技習得してみたいんですけど、おすすめとかありますかね。おすすめゼルナナ組、そうですね、9期生だけで3人いるので、どんな配信がいいの、ゲームも、ま、ドラゴンクエストに限りなんですけど好きなのでやってみたいです。そう、朝日新聞のあの坂本さんがツイッターにね、あのよしみんさんを押すようにって書いてくださって嬉しいです。そう、何度かツイッターに私のブログも載せてくださって読んでくださってね、ありがとうございます。お疲れ様です。けん玉飛行機って何ですか？けん玉飛行機とかあるんですか？へえ、飛んでいくんですかね、けん玉がそれはないか。そう、ドラクエ、あ、1、2じゃなくて2、3ですね、2、3。ちょっと思考停止しちゃったグレックさん、はじめまして、よしみこと、よしみあねです。いちごありがとうございます、ありがとうございます、いちごありがとうございます。遊び人3人パーティー、それは大変ですね、うんそれは大変、遊びまくっちゃう遊び人、
私は何でしたっけ、勇者、戦士、賢者、魔法使いでやってました。一番いいよってお母さんにおすすめしてもらって横浜参加したい、おありがとうございます。お話し会がね、オンラインお話し会は、土日に、あの4月5月の土日に毎週あるんですけど、関東と関西でもリアルお話し会があるので、ぜひ直接ねお話できるので、あのまだ詳細は出てないんですけど、オンラインお話し会もね、リアルお話し会も申し込んでいただけたら、会いに来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4時申し込みが今週の木曜日から金曜日、木曜日の12時から金曜日の12時になってます。はい、プロフィールにリンクがありますので、会いにお話、あのいろんなコスプレとか冬服をする予定なので、その写真もまたブログにあげますね。たくさん作ったんですけど、まだあげてないのとかが結構あるので、はい、あのこの洋服見たいなみたいな日があれば会いに来てもらえたら嬉しいです。アンケンさん、花束ありがとうございます。ありがとうございます。アンケンさん綺麗ですね、ありがとうございます。ソルトさん、いちごありがとうございます。パクパク復活の呪文ね、あー私その復活の呪文のライブじゃなかったんですけど、お母さんに教えてもらいましたね。なんか一文字でも間違えるとデレレ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 、なんか音楽がね流れちゃうみたいな。ピノさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バラファンの方の名前をね、私あの覚えるのがすごい得意なんですよ。左利きだからかは知らないですけど、覚えるのは得意なので、割とあの一度ね、一度ブログとかのコメントとか、もう場面の返信くださった方をねすぐ覚えます。なのでショールームに来てくださった方はね、一度名前を見ると覚えるんですよね。覚えてます。はい話の内容は覚えてますあの9期生特別公演でお会いした方で、あのヨシミンのあのね、うちわとか、あ、なんていうのかな、スケッチブックとかうちわとか持ってくださった方のね顔も覚えてますお見送り会の時にとか、あの結構踊ってる間とか、その特技披露の間も結構見えてて、そう見えてたので、その時すごい見てました顔を。そうめっちゃ見えるんですよ実は。びっくりしました。私もメンバーさんからこんな風に見えてたんだって思う感じで、すごい見えてて安心しましたね。すごい見えてる方が緊張するのかなと思ったんですけど、私は結構逆に安心になりました。顔が見えてる方が。へえ、ビザードリー、へえ、むずい、調べてみます。ありがとうございます。制服、制服着るメイドさんとか制服とか、あとは普通に、あ、そう JK になりましたの制服を2日間ね、あのオンラインの方ではしようと思ってます、はい、メイドさんとか、まだあの決めてない日程がね 3、4日あったと思うんですけど、リクエストたくさんお待ちしております。もうすでにねめちゃくちゃたくさんくださってありがとうございます。多かったのはね、たくさんめっちゃ種類があってめちゃくちゃ悩んでるんですけど、どれかやろうと思うので、あのリクエストお待ちしてます。ケンさん、ハートありがとうございます。メイプルさん、バラありがとうございます。ありがとうございます。20分ありがとうございます。ありがとうございます。30分までです。泣いたことあったそんなに、ヨシミはどういう部分で合格したと思う？え、分からない。私はなんで合格したんだろうって思う、よく思うんですけど、あれですかね、あ、まあ、セレクションの密着が、私の審査の様子がまだ YouTube とか配信で出てないので、あのあれなんですけど、
めっちゃ語ったので、それで気合を受け取ってくださったのかなと思います今週の金曜日映るんですかね、わかんない。合格発表って書いてたから、もしかしたらないかもと思って、ちょっと心配なんですけど、映ることを祈って今週の金曜日かな、見てくださったら嬉しいです。今度の次の密着も左利き、吸気性多いですよね、左利き。サボってしまっている。あらあら、あらあら、野原しんのすけのすけさん、バラありがとうございます。初見じゃないですよね、昨日も来てましたね。ありがとうございます、バラ、ありがとうございます。バラ、名前変えてます。あ、それはちょっと、矢印で何々矢印何々になりましたって書いてくださったらね、変換しときます視力は悪いですね、コンタクト入れてます。コメントするね、ありがとうございます お待ちしてます左利き対抗意識。緊張はしたんですけど、公演の時ですよね。緊張はしたんですけど、それよりもなんかすごい楽しかったですね。緊張でもすごい心の中にすごい舞い上がっちゃって、ちょいちょい失敗してしまったので、先生にも言われたんですけど、そうなので次は気をつけます めっちゃ楽しかったです。緊張はしたんですけど、パフォーマンスの時よりも特技披露の方が私は緊張しました みんながすごいね、受けてる中、そう、めっちゃ緊張しました。特技披露が一番緊張したかもしれない顔がでかい方が得 インパクトってこと 全身ヨシミンもね、あと2ヶ月なんですよね。2ヶ月、そうなんです。寂しいですね、なんか。アンケンさん、ハートありがとうございます。ケンです。ありがとうございます。そうですね、コメント読んでないのに口が開いちゃう癖があるんですよね、私。見返してて気づいたんですけど、口が開いちゃうんですよね、コメント読んでたら。全部が読めなくて、いつも申し訳ないんですけど、配信終わった後に、ね、全部見返して見てますので、たくさんコメントしていただけたら嬉しいです。全部拾えないんですくて、ちょっと申し訳ないです。タイミンさん、タコありがとうございます。ありがとうございます。タコありがとうございます。イエーイ、タコありがとうございます。食べます。両手利き すごい。でも両利きもなんかいいって言いますよね、活性化みたいな 活性化。釣りね、釣り今オフシーズンで行けてないので行きたいですね、釣り。いらっしゃらないですよね、卒業されちゃいましたもんね、釣りされてた先輩。ありがとうございます。25分ありがとうございます。断絶にします。はい、昨日誕生日がね、すごいパツパツになってしまってすいませんでした。それでは誕生日したいと思います。短い配信でしたが、来てくださった皆さんありがとうございました。次の配信も来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まだフォローしてない方は是非フォローをしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちょうど変わりましたね。それでは誕生日したいと誕生日をしたいと思います。13位ラッチョさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。11位そらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位ラムさん、ありがとうございます。
パチ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 、あ、こっち合ってます？9位、こっち9位、さくちゃんまんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、マッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、ピヨコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、5歳児さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして5位、スティッチさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。4位、ソルトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそして3位はドゥルル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 ドゥン、アンケンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ドゥン、そうですね、ラパルトさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥル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 タイミーさんでした。ありがとうございます。パチパチパチ、タコもありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも来てくださってありがとうございました。たくさんのギフトやギフトや星投げも本当にありがとうございます。半袖です。半袖です。ベス太郎さん、動く音符ありがとうございます。動く音符ありがとうございます。たくさん可愛いです。ありがとうございます。パチ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 、皆さん来てくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。明日も頑張りましょう。明日は水曜日です。ウェズデー、はい、今日はちゃんとできました。すいません、昨日終わりがね、昨日は決まってたので今日はあの絶対に終わらないといけないわけじゃないので、心に余裕が来てくださってありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。88 88 88 88、ありがとうございます。純粋の純に音と書いてあやねと読みます。NNB48 球技研究生のゆしみんこと、ゆしみんあやねです。兵庫県出身の中学3年生15歳です。よかったらフォローしていただいて、次の配信も見に来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、あったかくしてくださいね皆さん。体調には気をつけて。ちょっとあったかくなった気がしません？最近。私だけですかね。お豆も毎日送って、ブログも毎日更新してるので、チェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということでキャッチフレーズ、よし、みんなでレッツメロディー、特派キャップでみんなを熱々にするのはレシビーで、あった姿勢で応援してな、というキャッチフレーズです。はい、よしみんなでは、よしみとかけてるんですよね。気づきでしたかね。熱々の仕草がいつもあんまりね、わからないってぶち割れるので日々研究してるんですけど、熱々って難しくないですか？めっちゃね、決めた時になんかわからないって何って言われたんですけど、でもやっぱりなんか熱々って難しいですよね。え、半袖は早すぎですよ。早すぎ早すぎ。半袖はまだ無理ですね、さすがに。気づいてました？よかったよかった。ということで終わりたいと思います。来てくださった皆さんありがとうございました。次の配信も明日かな、ちょっとまだ未定なので、また分かりましたらショールームの出会ったよしみもよしみんとかけてるんです。そう
そう、なんだっけ、ネクストライブとかに入れようと思いますので、チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、来てくださってありがとうございました。次の配信も来てくれるかな。それでは、またね。ありがとうございます。お疲れ様でした。明日もお待ちしてます。またね。半袖。またね。